多いよ。すごい。うん。だってもう、まあ、山本昌選手なんか50歳だもんね。ああ。すごいね。うん。まあ、芸能界だったら、まあね、いっぱいいるけどね。うん。アスリートとなるとやっぱり、いや体がね。それ言ったら、だから天竜さんが、うん、現役引退されたけど、うん、60いくつだっけな。プロレスはだって結構年齢上の人いっぱいいるよね。上でもやってるからね、うん、でも俺はこの前プロレスやったから、うん、あの仕事で、うん、プロレスやったって言っても、ね、まあ本当にもう長期したもんだけど、いやいやもう体力はね生きていけなかったもんね、うん、えでもそんなこと言ったらブッチャーとかだって、うん、出てるよ。ブッチャーだからすごいなと思って。ブッチャーって俺らが子供の時から出てるからね。そう、ブッチャーって今いくつ ?70。ブッチャーは、うん、70。お、ブッチャー、そうだ、年齢5差。ブッチャーはね。プラモはいくつでいくんだっけ、日村さん。2。2でいくんだよ。2。ブッチャーいくつ？ブッチャーはね、74。お。うん。いくつ？正解は74です。おぉ、すげえな。すごいね、俺。すごいね。ていうか、ブッチャー74で、で、まだ、やってるでしょ。もう引退した？さすがに引退してる。やってんのか、そんな、まあ、あの当時のね、毎試合ブッチャー出るってことない。うんうん、もしやったら年に1回ぐらい出るかもしんないね。わかんない。そうですね。うん。2011年の段階で戦ってますね、まだ。2011年で戦ってる、はい、多分70歳ぐらいで。もうだから、すごいよ。すごいよ。2012年引退表明してんの？あれ？引退表明してんだって。でもいいよ、72歳だったんでしょ、その時ぶっちゃ。ほらすごいよ。いいよ。いや本当すごいよ、うん、プロレス70歳のおじいちゃんだよ。そう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 、うん、ぶっちゃなんてもうね、あのファイトスタイルがこう地獄好きとかね、うん、ああいうのってやつで、うん、天竜さんのは結構、うん、喧嘩殺法みたいな感じだったからさ、うんうん、結構自分も動くんだよね。トップロープからエルボーで落ちてきたり、うんうんうん、ラリアットやったりとか DDT やったりとか結構激しいのがね、うん、60代でやってたからね、うん、すごいすごい、ね、うーんすごいよ、うん、あんなのやれないよ。いや本当だよ、ね、うん、うん、この前あのさんまさんが60歳還暦で、うん、特番もあって、さんまでっか TV でしょ、うんうん、まあアスリートとは違うけどさ、やっぱすごいよね。なんだ、号外が配られたりさ。あ、後輩ね、うん、さんまさん60歳ってね。そうそうそう、うん、60歳ってさ、やっぱイメージ的に言ったらもうさ、なんか結構な子供の時が思ってた60歳なんてさ、うん、おじいちゃんの感じじゃなかった。今思うけど、まあ世間からしてもさんまさんとかの60歳って若いけど、うん、もう全然若いよね。全然若い、バリバリだよね、うん、あんな人いないよね、やっぱね。でも芸能界結構いるじゃん。いる。50代でもさ、割ともう、トンネルズさんとかで50、今、3とか。3とか4とかでしょ？うん。全然俺より細いしさ、俺より体力あるんだよね、多分あの人。俺より細いしさはさ、俺なんて本当にもう、見た目はね、うん、こんななりしてるから、うん、ちょっと若いねとかたまに言われたりするけど、うん、中身は俺も。いやいや、日村さんもでもやっぱ普通に見たら若いんじゃない、その世間一般の43。うん、でも俺やっぱおかっぱがだいぶ俺優位だと思う、今になって。いや、まあまあそれも含めてだけど、うん、若いよでも。うん、まあさ、うん、でも俺はもう中身がボロボロだから。うん、まあね、本当は体力も70歳ぐらいの体力。いや体力はさ、しょうがないよ、そんな運動してないんだから。うん、うんうん、今回だからコントなんかもやれんのかなと思ってるよ。やばいよね、ちゃんと動いとかないと、うん、ある程度ちょっと前から、うん、そう、うん、いやもう動けないよ、動けないよ、うん、本当に、うんうん、ここ動けないし覚えれないし、本当だよね、うん、思いつかないしさ。もうそうなっちゃうと大変だよ。大変だよ、うん、もうもう始まったんですけど、ライブの準備というかね、うんうんうん、まだこうみんなで何回か集まってるぐらいだけど、また始まったよ、うん、全然何にも覚えらんないじゃねえや、何にもまだできてないんだから。まあまあそりゃそうでしょうって話なんだけど、うん、まあ言っちゃうよね、思いつかない、思いつかない、まあ面白いというか、まあやる気が出ないでしょ。
まあまあエンジンかかんないっていう言い方すればそれはね、うんうん、まあそうだね、うん、まあ部品を今集めてるみたいなノリもあるけど、でももうなんか、うん、これやっぱでもラインポコポコがやっぱ楽しいから、ラインポコポコでもねラインポコポコもね楽しいけど、俺たちはラインポコポコ、うん、そうだな、そうなの、参っちゃったな、うん、まあね、うん、こっからだろうね。いや本当だよ、なんか始まってくるんだろうね。いや結果1ヶ月ちょっとしたらもうやるんだから、うん、うん、本当だよね、うん、うん、確かに1ヶ月後の今ぐらいなんてもう超追い込まれてヒヒ言ってんだろうね。もうヒヒどこじゃないよ、そうだよ、もう助けて助けてっつってずっと、うん、言ってるな、うん、うん、でも調子いいと思うよ 俺助けて助けてって、まあ、言えてるあたりまあね、本当にダメだったらもう 無言だもん、無言のもう、うん、無言の嫌な感じって、ね、そう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 、まいったね、ねえ本当だよね、うん、今でもこの段階だとあのサマーズさんがライブやってんだよね、あ今 ね、そう、ま、サマーズさんもやってんだよね今ね、うん、そうそう、サマーズさんだって今年いくつ？サマーズさんはね、まあ2人同級生でしょ、40確かね、確か7じゃなかったかな、あそう確か、うん、確か47、いい47、うん、プラマイに2、あでも入ってるからね、プラマイ2はもう絶対ってか、うん、これはもうジャストでもいけるぐらい、うん、47、うん、47って結構やばいぐらいおじさんだけどさ、うん、若いよね、まあ47でしょ、うん、ですね、うん、一回もまだ外してないからね、これ一回も外してないからね、ブッチャーやばかったけど当たった、ブッチャーはもうビンゴだったからね、うん、ブッチャービンゴだったブッチャービンゴってやばくないいやちょっとブッチャーがビンゴだったらいいよ、うん、ブッチャービンゴ、ブッチャービンゴかっこいいよブッチャービンゴって、うん、ですね、47でしょ、48歳です、あそう48歳ですね、プラマイには入って、あ俺間違えて下っていうことがあるかもしれない、48だと思った、大竹さんが、うん、12月で48なんで今47って、ね、あだからもう、うん、もうブッチャービンゴですよ、ブッチャーじゃないんだけどここはブッチャーじゃないよブッチャーの時だけサマーズビンゴ、サマーズビンゴ、サマーズビンゴ、おーすごいね、47、もう、うん、な48の年の人だね、やばいよ、辻くんとかの年齢知ってる、井村さん大体わかる、それはもういける37、うん、37、うん、辻君いくつ、ああ38だ、あまだ38なんだ辻君って、うんうん、OK やな、うん、ね、うん、なんとなくわかるっていう、うん、うん、ただまあわかるよね、そりゃそうだよね、それはわかる、全く知らないような人だとわかんないでしょ、もちろんもちろん、全くその辺のおじさん捕まえてきて何歳かっつって、うん、まあ、それでもだいぶ近くに乗せれる自信あるけど、プラマイにはちょっときついかなってそうだよね、うん、それはそうだよね、うん、ある程度ちっちゃい頃から見てるからブッチャーもビンゴ行けたんだ、ビンゴ、ブッチャービンゴ入ったしサマーズさんだってやっぱりこうよくしてもらってるからやっぱサマーズビンゴ入ったし、うん、そうだよね、辻君だってやっぱあれだから、まあ辻ビンゴまで行かないなって申し訳ない、うん、辻ニアピン辻ニアピン、ね、辻ニアピンが入ってたのね、うん、そうか、うん、うん、誰かいねえかな、設楽さんはそういうのなんかどう、俺外しちゃうと思う、外しちゃう、うん、やってみますか、うん、設楽さんの年齢、うん、年齢ビンゴクイズ、うん、では、いきましょう、じゃあ爆笑問題、ああ太田さん、まあ2人同級生だもんね、でもね、あれ違ったっけ、あれ違うんだ、これ、ね、田中さんの上なんですよ、あそうなんだ、うん、浪人してんの、あ俺もなんでかまでは分かんないんだ、確かそうだ、太田さん、太田さんが何歳でしょう、プラマイ2億円です、プラマイ2億円だったら大体実は入っちゃうよ、49、49歳、正解は、正解は
50歳です。ああ、トライチー、50歳か。50歳。あ、そうなんだ。9月13日で。ね。田中さんがちなみに52かな。じゃあ、確か2位じゃなかったっけ。あ、そう。1か2。田中さんは50歳ですけど、1月生まれなんで、いわゆる早生まれです。1個学年上か。1学年が51だね。当たったね。当たりました。いいんでしょ、プラン2だった。素晴らしい。じゃあ、行きましょう。柳原加奈子、柳原か、あいつ若いんで、あいつは分かんないでしょ、ちょっとなんか分かんないでしょ、柳原加奈子。確かに、そうだな、30ぐらいじゃない。30。正解は、正解は、29歳。おお、いいねー危ねえ危ねえ。リーチリーチリーチ、あ、ごめん、勝手に俺の中で3問。ああ、なるほどね。これをもう一人いけばいいのね。クリアすると、ジュースいらないよ。え、いらない、飲み物ビール、ビール、あの、じゃあ、なんでビールいらない、タバコいいよ、行きましょう。難しいのか、そう問題は太田さんが当てて、レベル2が柳原加奈子、ね、いや、難しかった、これ素晴らしい、最後一番難しいんだ、最後は、この人言ってほしい、当ててくれよ、いただきます、マイケル富岡さん。マイケル富岡さん、マイケル富岡さん、マイケル富岡さんか、結構言ってんだろうな、あの人。マイケル富岡さん、はい、当ててくれ、マイケル富岡さん、マイケル富岡、マイコーっつってね、50、52歳。正解は53です。おーピア、3ニアピンということで、ワンビンゴ、ワンビンゴっていう計算になります。ちょっとよくわかんないけど、なんだかわかんないけど。全部ニアピンだったんで、全部1だったんですよ。1ずれだったんですけど、全部ニアピンなんで、3つニアピン揃えたんで、ワンビンゴの計算にしましょう。日村さんやっぱもう外さないもんね。でもやっぱ外せなかったね。人様が。俺も外さなかったね。これ簡単なのかな、プラマイに。いや、むずいよ、多分。プラマイにすればいけるの。でも、でも、プライチで持ってこれてるから、すごかったよ。そうだね。うん、プラマイ1のあれで入ってたよ。日村さん、やってみる？いいですか？はい、スリーチャレンジ、はい、日村さんは難しくしないとな。俺のいけちゃうからね、外したことがないんだ、これプラマイ2の年齢クイズに外したことがないの。んじゃあね、郁恵さん。郁恵さんはね、もうこれ外すと失礼になっちゃうっていう、そんなのもありますよね、でも、郁恵さんはね、これはね、基準をどっかで作んなきゃいけないんですよ、あの人がここだからそれより上かみたいなのを作るとすごくやりやすくなるんですよね、郁恵さんっての、まあ、あの人、この人はね、スカウトキャラバンの第1回なの、で、郁恵さんね、うわ、やべ、大丈夫かな50、行きましょう、56歳正解は、56です。いやすげえ、すげえ、イクエビンゴ、イクエビンゴもらいました。すごいね、よっしゃ、イクエビンゴ、やっぱ日村さんすごいね。オッケー、イクエビンゴ、1ビンゴ1ビンゴもらった、イクエビンゴ。じゃあ次、はい、じゃあどうしようかな、外したくねえな
秋元康さん。うわやっべ、秋元康さん、うわやっべうわすげえノーマークだな。ただトンネルズさんとやっぱりあの関係があるっていうので俺知った、うん、トンネルズさんが今53、54でちょっとそれここより上なのは間違いないんだよね。で60をどうするかって感じだよね。さんまさんが60なんだよね。それと秋元さんっていうのはどういう感じなのかな。うわーこれ60あたりがいいラインなんだろうな、きっと。だから65まで行くことはもうありえない。行って62だね。うわー厳しいなー。そんな行ってんの厳しいなー。50、うん、58歳。おーそんな行ってる。正解は、うん、57歳。やぶねえ。おすげえ。でもやぶねえよ。おーすごいね。プラマイ2だから OK だね。マイナス1で、マイナス1だった。うん、危ねえ。なかなか厳しい戦い取ってきてんね。いやいいの出されたなと思って、秋元康さんって。じゃあ最後ね、はい、最後ね、超知ってる人だけど難しい感じの人ね。恵比寿さん知ってる？いや分からないです。恵比寿さんはね、恵比寿さん、恵比ちゃんね。これはもうただ恵比ちゃんはね、分かんないけどいけるんだよね。もう50代はないから、うん、60代だから、うん、65より上か下かなんだよね、うん、で70は行ってないと思うんだよね。おあ俺これなんか65より上か下かだよね。60で前半だとさんまさんの例えば2個上ぐらいのイメージはないよね。なんかたけしさんより下のイメージなんだよな。たけしさんが68なの確か。へー、そうするとそれより下って思いましょう。67。おお、正解は、うん、67歳。すげえすげえな。やった、やっぱ得意なんだね。すごくない？ビンゴ、エビスビンゴ。エビスビンゴ入った。この3人ですごいね、やっぱ今さんって。俺ちょっとこれ得意だね。なんか得意だよねこれ。プラマイ2でいけるって、ね。プラマイ2でいけた。でもこれ得意だとか言ってさ、どっかでやったらいきなり外す可能性もあるよね。あんまやんないほうがいいね。この世界で終わらしておきたい。この世界ここだけ。ここだけで。いやすごいよね。キャストだけで終わらしておきたいの。やっぱラジオにも出したくないっていう。ああすげえ、よかった。2ビンゴで、2ビンゴすごいよ。うん、うん、ワンニアピン、ワンニアピン、2ビンゴすごいね。よかった。すっげえ。でも蛭子さんって結構いってんだね。そう、蛭子さんね、うん、いろんな人のやつを知ってるからこそニアピンでいけんだね。そうだね、あの人がこうだからとか。そう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 、俺あんまそういうの分かんないもんな。たけしさんも正解です。ああ、たけしさん68でしょ、うん、確か。それ今これ龍蔵とあの市民の、うん、ごめんなさい、映画のタイトル、うん、で、あのね、うん、主役の、うん、てかあのメインの方が70代以上だっていうので、うんうん、実は俺が一番年下なんだよみたいなことだけでもおっしゃってたの、うんうん、なんかあとさんまさんと8歳違うっていうのがなんか、あーすげえ、あのあんだよね確かね、お笑いの定説なんでしょ、うん、8年周期みたいなのが。あ、そうなの。8歳8歳であんのって。へー、だからさんまさん、え、ちょっと待って、じゃあたけしさんから下ってきたら俺らその8歳に入ってるのかな。たけしさん68でしょ、でさんまさんが60、さんまさんが60でしょ、うん、で8が52で、52ダウンタウンがいるんだって。おい、ダウンタウンさんいるんだって。はははは、じゃあ44。そう、次44。あれ俺よりスタンドが欲しかったけど、まあだからこれもちろんこの間にいっぱいいるから何とも言い難いんだけど、うん、まあでも今のこの基準で言ったら、うん、そう、あれ入ってないね、入らなかった。ただもう次がだって36だもんね。次36だもん、あれもうね、さ、あのだからこれはね、うん、40代ぐらいからなると、うん、もうちょっとこの説ではない戦国時代になっちゃうから、ああ、いっぱい、いっぱいここには。乱立するから。そう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 。その上の、ダンタンさんぐらいから上になると、うんうん、こういうのあるっていう、なんか、
あってみんながね、うん、あそう聞いてございます。八年周期、そうそうそう、あ波八とか、波八とかだから波八でしょ、八年周期でスターが出るっていう。ああ、なるほど。うん、うん、でも岡村さんも44歳ですね。岡村さん44歳。ああ、だから、じゃあ、ナインティナインさんが。やっぱりこう時代のスターだもんね、ナインティナインさんって。うん。お家芸もそうですけど。お家芸なんかもちろん、もうそりゃそうよ。100年も近く。え、おぎやはぎって岡村さんと同い年なの？そうみたいですね、どうやら。え？違うよ。嘘だよ。44は岡村さんじゃないよ。うん？だって44って1個上だよ、俺の。うん。1970年の。岡村さん45だよ。あ、45の年です。うん。すげえな、日村さん。さすがだね、それも。うん。ていうか、誕生日です。確か。今日が誕生日です。誰？あ、7月3日、岡村さんの。え？で、今日45になるんです。正確に言うとね、今日、もう7月4日だ。今日、健康さんが誕生日だもん、今日。うん。7月4日は。うん、だからすごいね。昨日は岡村さんだったんだ。健康記念日だよ。44歳。アメリカの。そう。独立記念日。あ、独立記念日。そう。今年45になったんです。すげえ、うん。すごいね。所さんは？所さん。ジョージさん？うん。60歳。あ、ぴったり。所ジョージさんはさんまさんと同じです。あ、そうなんだ。60歳。若いなぁ。あの辺の60歳やばいんだよね。うん、あと所さんがいて、さんまさんがいて、うん、誰だっけな。うん、60歳。すんごい、なんか、この人もか、みたいなのが、はぁ、どうせやったな。だって、60歳って赤いちゃんちゃんこなんですね。そうそうそう。もう全然そんな感じじゃない。郷ひろみさん、郷ひろみさん。郷ひろみさんの60歳でしょ。もうでも、まあ、そりゃそうだよって話だよね。うん、そんなの。まあまあ、ね、まあ、だって、もうクソじじいになってる60歳だっていっぱいいるわけだし、それは若い60歳だって思えるんだよ。一田純一さんも60じゃなかったっけ。確か。マジで。一田純一さん。確か。そうなんだ。そう。リーダー60歳じゃない？え？嘘だ。59かな。それか、リーダー。さんまさんと同い年？同い年ぐらいじゃなかったっけ？確か、リーダーって。それで剣道の大会で優勝した。優勝したって。確か、リーダー。まあでもそういう年齢の部があるのか。確か、リーダー。そうだよ、確か。あ、59歳だね。今度のお正月で、お正月が1月で60歳、リーダー。リーダーとお正月に生まれてるの？ああ、1月24日。うん、次の正月超えて、リーダー60歳。俺で剣道で優勝してるんだからすごいよ。60歳の人すごい、いっぱい有名人いますね。60歳のイメージすごいでしょ。1月生まれから。すごいですね。いっぱいいますよ。ケビン・コスナー。あ、もうそういう感じ？あ、そうです。所さんですよね。所、うん、さん。そう。いっぱいでしょ？いっぱいよ。もう全然出てこない。矢野明子さん。そうなんだ。スティーブ・ジョブズ。スティーブ・ジョブズ。茶野史郎。おお、佐野史郎さん。あ、春風亭小朝師匠。小朝さん。へぇ、ほら、あ、島崎敏夫さん。あ、島崎敏夫さん。おぉ。ブルース・ウィルス。おぉ。え、ブルース・ウィルスってまだ60歳なの？ほんとだね。竹内まりやさん。竹内まりやさん。山口良一さん。山口良一さん。今田さん、シュワルツェネッガーの年わかる？ターミネーター。ねえ、あれ、60代は間違いないと思うんだよな、シュワルツェネッガーは。65。わかんねえな、ちょっと。俺、外国の方わかんないんだよな、俺。ブッチャー当てたじゃん。ああ、そっか。まあ、好きだったからね、プロレス。違う、全然違う。わかんない。いきますよ。うん。65ですよ、正解は。いきます、答え言いますね。うん、67。あぶねえ、思ったより上だったね。危ねえ。まだだよ。ついに外すかと思ったよ。危ねえ。シュワルツェネッガー。危ねえ。あ、すごいね。危ねえ。危なかったね。意外と上だっていうイメージはしてたんだよね。あの、ね。
あ、60歳いっぱいいるよ、うん、もう。そうですね、鳥山明も。鳥山明さんって60歳なんだ。そうです、ね。西城秀樹さん。ああ、西城秀樹さんね。上沼恵美子さん。なんだ。すごい。掛布さん。掛布さん、江川さん。さん、その辺そうなんだ。村上正治さん。村上正治さん。あ、正治さん。うん。あ、内藤武さん。おえ。千代の富士。すごい。すごい、江川、千代の富士、すごい。だからその辺の人たちがバリバリ活躍してんの俺らギリギリ見てんだ、ね、見てんだね。そうだね。だからすげえイメージが。小学生の頃にやっぱ見てんだ。千代の富士とか江川さんとか。へえ、すごいな。すごいね。そっか。すごいね、うん。当てられるね。ね。うん、ちょっとなんとかでももう出したくないね、もう外したくないね、 いつか外しちゃうからさ、守りに入ってきたね、ね、こういうのってほら外すして終わりたくないで、ね、勝ち逃げたいっていう。でも最後一人やって終わる。ああ、いいっすか、最後一人これね。じゃあ誰も外してないからね、うん、ああ最後ね、誰にしようかな。知ってる人でね、そうだな、当てたいね。山崎パンちゃんはわかるか、知ってるっけ。山崎さんは、ああ、そっか、もうわかる、ね、でも正確なのあれだよ、多分27ぐらいだなと思ってる。うん。うん、これはもうマイナス、プラマイ2にで手入れれる字はある。あ、ほんと。セーフティーだもん。うん、これだよ。これじゃあ最後の問題じゃないかな。うん。入れる。これはもう、27じゃないかもしれないけど。うん。うん、で、多分27だよ。きっと。世界27です。この辺はドンピシャで行くんだね。誰かギリギリの設定の人行きたいね。いやー、うーん、郁恵さんのビンゴ取れたら超嬉しいんだよな俺。ああ、そのラインね。郁恵さんってなんかよくお会いするし、うーん、お腹鳴っちゃった、うん、長えな、お腹空いた。あ、そうだな。江本明さんは、江本明さん、うわー、いいね、江本明さんね。江本明さんってすげえ言ってそうだけど、そんな言ってねえのかなってのもあるもんね。すげえの来たな、江本明さん、うわぁ、江本明さん、あちゃー、いやー、これ困った。ただ志村さんとやっぱコントやられてて、あんだけこう志村さんに渡り合ってるってなると、志村さんが今いくつなんだろうな、60、志村さんっていくつなのかな、60、たけしさんが8で志村さんが、うわぁ、わかんねえな、66ぐらいだと、65ぐらいかな、山本さん。いいとこだと思うな。65歳！お、いきます。あ、うん、もう出てる。正解。うん。山本さん、66歳です。危ねえ！おぉ、すげえ！ああ、見事だね。ってことでね。志村さんが65でした。志村さんが65なんだ。あ、山本さんが上なんだ。はい、危なかったね。危なかったです。ありがとうございました。お見事です。ありがとうございました。さようなら。